質問することが許されてないなだから、えー、その始発の時間というのを有効に使ってその時にいろんな質問をするそうすると、まあ、あの島岡先生も気持ちいいもんだから普通に答えてくれるでそのおかげで、えー、外国にもそのワークショップの時に連れて行ってもらったりそういう点では始発っていうのは僕にとって、えー、非常に、えー、島岡先生とのコミュニケーションをするのには非常にいい 道具でした。